失礼しすね。はい、もう。C. M. とかは途中途中で。そうですね。 持ち上げましょうはい、FM 技能機能皆さんこんばんは、えー、毎週木曜日夕方 C からお送りしておりますインパルスレディオ今週も技能商工会政連部部長の荒垣雄一がお伝えいたしますよろしくお願いいたします いいや1週間間あっという間でしたね今週もすごく暑い日でまああのこの1週間です、ね、いろいろ祭りウィークで我々インパルスの仲間たちですね全国の各地の商工会青年部さんもです、ね、七夕にまつわる地域のお祭りをたくさん開催したそうなので後ほど、えー、インパルスニュースでお伝えしたいと思いますが、まあ、私としてはですね久しぶりにロケ撮影に行きまして、えー、ウェディングのロケで。あの 日中ねこの時期すごく空も青くていいんですが逆に暑すぎると照り返しもきつくて、えー、新郎新婦さん目開けれないんですよなのでマジックアワーと言われるこの夕方の時間に合わせて写真を撮るんですけどもやっぱり人気のロケ地は人が混み合いますねたくさんの人が来てたんでただやっぱりこの一緒にテンション上げて撮るっていうのも久しぶりだったんですごく 疲れたたんですけどいいい経験させてもらいましたはいそんな感じでですね今週夏本番ですがまあ沖縄地方の旧本はまだまだですが今週はねちょっと趣向を変えてちょっと不思議な話というか怖い話と怖いと言ったらあれ失礼かな <laughs> ちょっと体験したことあるような内容の話を今日は深掘りしていきたいと思います。 はいインパルスニュースのお時間です、えー、今週あったですね全国各地まあ、沖縄県の仲間たちもそうですが、えー、商工会青年部の皆さんが各地で行っている祭りや事業そういったのをですねお知らせしていきたいなと思いますまずですね福島県は本宮市商工会青年部さんですが、まあ 7月この半ばにですね毎年やってる夏祭りがあってなんと今回ですね VR のお化け屋敷を行ったとなんていうと結構場所もスペースも必要だとなるけどある意味 VR だとハイブリッドでなんかいいですねスペースも困らないし楽しそうだけどまこれも何だろう最近ならではの 趣向かなと思うんですが、まあ、そんな感じで全国各地で結構七夕だったり、えー、あとお酒を2ま,まつわる、えー、夏祭りイベントっていうのは結構復活してきてて、えー、この7月の第2週はすごく祭りウイークだったということで特に東北北海道の方は、えー、お酒地酒を扱った 祭りがたたくさん行われてたそうですいやとってもいい流れになってきてるなぁと思うんですがやっぱねこの時期熱中症もですしまあ先週ちょっと報告はさせてもらいましたが我々もあ,のあったハーリー大会もねちょっと悪天候があって最後のレースできなくてちょっと残念だったんですがそういったのがね天気が心配だったんですけどもあ高尾さんこれは あ、はい、コメント入ってます。僕らのコメント。はい、ありがとうございます。最近天気不安定ですね。そうなんですよ。えー、天気ね、あれゲリラ豪雨っていうのかな。はい。急に雲が出てきたと思ったら、急に真っ暗になって。今日も局所的な雨が結構降ってましたね。そう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 。いやあれ怖いですね、はいい。沖縄の場合って結構土地柄あのー、狭いし、川流れるのも結構すぐ海だから。はい。 そんなにねあの洪水とかってないんだけど結構けど実際考えてみるとやっぱり堅ぶいっていうのが昔からあるから、はいはい、意外と晴れてるのに水位が上がってるとか、はい、まあ沖縄の川でね水遊びできるとこって言ったら、まあ、中南部ではあんまなかなかないので場所も限られてますけど、ね、北部とかそういったところで行くとそういうのがあるんだろうけど、まあ、それでもねやっぱり堅ぶい天気雨っていうんですかね、はい、そういったのって結構。 心配だし急にゲリラ豪雨で水が増水したりしてねなかなか怖い時期でもありますので皆さんお気をつけください。さあそういうことでですね、えー、インパルスニュースは特に今日こんな感じです少ない情報ではあるんですが、はい、今福島県の本宮市商工会青年部さんが行ったこの VR のお化け屋敷、はい、まああの今日そういう感じで。 ちょっと身近に起こった話というかえ今までこれまで経験してきた話とかっていうのをちょっとね納涼じゃないけど<は>い <laughs> 熱いこの状態を少しクールダウンさせてくれるようなちょっとゾゾゾッとするような話をしていけたらなと思います実はえ僕はそういった経験は全くないんですけどもえ周りには結構そういった不思議な体験をする人も結構いっぱいいて。はい 実際キャン君もどうですかそうですねやっぱ学生時代とかは結構直接的にそういったあの現象を見たりとかっていうのがあったのでなんかね<あ>この人が集まるところとか,、はい、だから特にその学校の階段ってあれなんか実際はそうなんだよね人が集まるところって結構そういったのも集まるんだよね確かね。っていう風に言われてますよね。うん 別に悪さしなければ何ても感じないし、はい、今思えばそこまであのわ急に怖い BGM 流れてきて <laughs> 特にないんだけれども今思えばあれってそうだったのかなとか、はい、結構ね僕ビビるなんですよ。怖い話は大好きで、はい、人の経験した話とかめっちゃき聞きたがる人なんだけどでもねあの 本当にそこの現場に行くとか、はい、もう絶対そういうことはしないし、はい、そんなことしちゃいけないよっていうのをずっと言ってて、うん、だからその今日聞いた話とあと自分が体験した話をちょっと今日話しさせていただいて、はい、あれは結局何だったんだっていうのを <laughs> よくわからないような状態ですけどお,お,知らせあのお伝えできればなと思います。はい、まずね僕が、えっと 体験した話、はい、あの特定の地名を出すと、はい、結構迷惑か,かかっちゃうかもしれないけど、<laughs> いやあの那覇のね。はい、あの新しい町があるんですよ。あ<ー>新都市いやもうね。今特にいっぱいあるから、そんなにまであれなんだけど、はい、えー。当時ね。あの同業者の勉強会で。はい 那覇市とかでこう勉強会とか研修やってそのまま懇親会行って那覇の居酒屋で飲んでて、はい、運転代行とかで宜野まで帰ってくると、まあ、結構時間もかかるし4000円まで行かないけど当時、まあ、それぐらい近かったんですよね、はい、で実際なんかね民泊じゃないけど素泊まりのなんかビジネスホテルで実際3,500円ぐらい泊まれるとこって結構昔あったんですよ15年前ぐらい。はい あの新都市の近くでね、はい、でそこでえー、と予約をして、えー、そこで泊まったんですよその日ね、はい、で急になんかまた BGM が<笑><笑>あのその時ね名護の方から一緒に研修受けに来た後輩と二人で、えー、居酒屋まで飲んでで その彼の部屋に泊まって、えー、僕は4階彼は3階だったかなで、えー、結構7階8階建ての大きいビジネスホテルで,、はい、でなんか洋服の匂いとかがちょっとタバコ臭くなるの嫌だから僕は禁煙フロアを借りたんですね、はい、彼は喫煙フロアを借りて、はい、であのお互いの部屋でもう一回飲み直そうって言って。 なんかね熱くいろいろこのカメラの話とか写真の話とかで盛り上がってたんだけど、はいえー、どうせだったら僕の部屋で「あの僕タバコ吸いたいんで一緒に僕の部屋に行きませんか?」って言って後輩の部屋で結構ね12時過ぎに帰ってきたのに部屋にそれから1時間半ぐらいずっとだべってて盛り上がっちゃって「あ、はい、ばもう寝ないとおらら」って言ってで寝ようとしたらあの結局なんか深夜番組が始まって。 怖い番組だったんですよたまたまね、はい、でそれを見,見てて「そういえば」みたいな感じで彼ねちょっとね霊感強い子で、はい、ちょっと怪奇現象とかあの修,学修学旅行生の写真撮影した時に、はい、どうしても消えない画像があるとか<ー>俺それ見せられたことあんのよ。はい マジで消えないのよ「<laughs> そんなことあるこれ絶対嘘だろ」って言って「いやけどこれおかしくないですか?」って「確かにこの画像は変だな」っていう,うそういうやつをも持ってる子でそいつがなんか急に怖い話しだしたからもうなんかイライラしちゃって俺、はい、もう帰ろう俺自分の部屋にっって <laughs> でねそのホテルがねあのセンサーライトで廊下が、はい、真っ暗なんですよ。 あ人が歩いたら急にパパパパパってつくやつあ<ー>でもねこの一気にパッてつくんじゃなくて本当にね順番よくパン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 ってなんかつく感じで <laughs>、はい、怖いですね <laughs> な,なんで今日に限ってこんな感じなのと思ってでそしたらもう後輩もわざと俺を脅かすために「ほら外真っ暗っすよ俺の部屋泊まってたんじゃないですか」みたいな「いやいやいやもう男二人で気持ち悪い」っつって「俺はもう帰る自分の部屋に」行って行って帰って。 で暗くならないようにずーっとこう意,味意味不明なほら、はい、トイレでねセンサーライトのトイレでよく動かなかったら急に電気が消えてびっくりするとこってあるじゃないですかあります、ね、公共施設とかでね、はい、だから僕もこのエレベーターホールで急に電気が消えるの怖いからずっと手をずっとわわわわしてたんですよそうしたらエレベーターが1階にあって2台ともね、はいえー、僕は上に行くから上を押すから下から上がってくるじゃないですか ああ下から上がってくるのはまた待たないといけないと思ってたら、はい、右のエレベーターがね急にチンもであこいつさっき下にいなかったと思って、はい、でさっき自分が見てたそのもう一個の左のエレベーターは今ちょうど2階って感じで上がってくる感じ 1>,、はい、1階2階って感じででえでもなんかこのエレベーター乗りたくないと思ってうん最初に開いたエレベーターは無視したんですよ。はい でででから上がっってきたたエレベータータ僕は乗ったんですねでもう嫌だ嫌だと思って自分の部屋に戻ろうと思って4階押して行くでしょ。で4階着いたらまた真っ暗なんですよ。あもうセンサーやられた本当に嫌だなと思ってでなかなかねこのセンサーが弱いのかなんかで電気がつかなくて、はい、あれと思って手をこう両手を広げて「何だ何だ?」ってやってたらパン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 って着いたと思ったら。 乗ってこなかった、もう一個のエレベーターがね、追っかけてきて、いきなり開いたのよ。急に、でも、パニックじゃん。<laughs> 絶対なんか乗ってんじゃん。もう追いかけてきてるの。そう、ああと思って。<laughs> 何これと思って、で、わあと思って、自分の部屋までもうダッシュですよ。はい、走って、で、まあ、開かないね、カードキーが。ああ、焦って。で、音もならないのよ、ピンチーンとか、そういうことも。はい、めちゃくちゃ怖くて。もう、それが嫌で。もう。 このホテル二度と使いたくないと思ったけど実際はねなんか特にあの何かいわく付きの物件とかそういうことでもなくてただあの地,地域というか、はい、周辺はねもともといろいろあるところではあったので、まあ、激戦地ででもあすねだからなんか結構大型スーパーとか商業施設とかも,、はい、もう信じられない数の人がいるとか、はい、よく言うし。はい あの僕もそういったところの撮影とかあの店舗の、えー、品出しとかが全部終わってお客様が全部帰った後にあのこに広告代理店とかこの看板屋さんが全部この設計して、はい、空いた大型商業施設のんだろう店舗って施工して全部きれいにするじゃないですか、はい、看板も、うん、そういったのをまた撮った後ににきれいに写真残すからって言って僕も夜の11時ぐらいから現場に行って。はい 写真撮影とかも結構あるんですよそうした時にね本当にお客さんがいないだだっぴいショッピングフロアっていうか、はい、めちゃくちゃ怖くて異様な空気感ですよね全部閉まってて真っ暗だから他の店舗は、はい、中には1人でなんか締め作業してるようなスタッフさんもいたりするんだけど、はい、めちゃくちゃ怖くてだからそういう話を聞いた時にまたちょっと思い出したのがあの 大阪のの日前のビッグカメラ、はい、いやあそこ怖くてあの昔ほら火災事件<ー>事故があって、はいえー、逃げられなくて増設に次ぐ増設で,、はい、で上でラウンジで飲んでたクラブのこのお姉様、まはい、ホステスの方たちと、はい、結構ビップのお客様たちとか何十名近く亡くなったんですか、ね、飛び降りてとかですよね。そうそうそう だかからなんかその隣のアーケード街の屋根にドーンとかって音が響くのが今でも聞こえる人がいるとか、はい、でもねそれを話を聞いててもやっぱり当日なんだろう実際僕もあの1000日前のあの辺よく行くんですけど仕事とかで、はい、やっぱりね酔っ払ってると何にも感じなくてあ僕はそういう大質なんだと思って。 なんか別にいちいちビビる人もないし実際そういった悲しい事,故事件があったのも確かだし、うん、でもねあのビルの周りなんかねちょっといっぱいあるんですよ、うん、だからねそこだけはちょっと異様な雰囲気と,雰囲気というか、うんうん、だからその時もちょうどこのビッグカメラに勤めてる人もいてたけどもなんか残業させないと。 <あ>なんかね非常階段建物はねは <い S 2> まんま跡地なんだよね確かあ。そうなんですねそのホテルの火事があって <はい S 2> そのホテルは一回全部潰したんだけど <はい S 2> そこにその今ビッグカメラが立ってると思うので <はい S 2> なんかねあの階段でエレベーターをつかないで階段で降りるようなこの非常階段じゃないんだけど中のねあのその通路とかも結構あの精神疾患とか。 やめますっってていう人がやっぱ多くてスタッフさんで,<ー>で閉店後はもう一斉にみんなで退去させるっていうか退出させるというとか本当かどうかもちょっとね分かんないけどそ当時勤めてたやつがいてたんで、はい、そんなそこまでなのって <laughs> こ怖くねえ逆にと思って、うん、でもそういうのってやっぱいっぱいあって、はい、気にしなければ気にしないんだけれども。 ちょっとふとふしたなんだろうな悩み事とか心の隙間を狙ってね、はい、気が付くとそ,そこに向かってるとか結構そういったのは多くて「あここってもしかして」とか「最近あったあの凶悪事件の」とか「はい、あの火事の後だ」とか,、うんだかね、そういうのってやっぱ普段からのこのマインドのなんか気持ちのゆとりとかねそういったのも大事だし持ちようだなと思うけども、はい、いや僕はこの那覇のあるとあるビジネスホテルが。 あまりにも怖すぎてそこから二度と僕はこのホテル泊まってないんですけど県内でねこん大人になってこんなことを経験するのってなかなかないから大人になってから確かにないですよねなかなかもうあの日はね、うん、テレビもつけっぱで電気もつけっぱで全然椅子もでできませんでしたよ <laughs> <laughs> だから帰る時はお互い別に別々で帰ったんで、はい、チェックアウトの時間もバラバラですぐもう。 メッセンジャーかかなんかその当時の LINE、ね、かなんかして後輩にぶち切りましたけどね <laughs> 勝手に <laughs>「お前が変なことするから俺こんなだったんだ」っつって「<laughs> えそれやばくないですか?」っつって <laughs> で後輩もちょびびってたんだけど <laughs>「えそんなことあるんですか?」っつって「<laughs> いやいやお前がなんかし仕組んだのかそう,いうそういうことできないよね」って「<laughs> いやお俺霊感感じるとかそういったぐらいでなんか相手になんかそういったのれをかけるとかそんなことできませんから <laughs> <laughs> そんなことしませんからって <laughs>、うん」。 だからそういうちょっかい出されるっていうのはね本当にもうやめてほしいなと思うんですけど、うん、こ,こんな感じはどなんかありますすキャン君もそうですね僕は実際あんまりこの霊的なものに何かされたとかっていう経験はほぼないんですけど1回だけあの実、ー、家に泊まってる時に、あのー、大学生の時だったんですけど一人暮らしであの名護にふ普段住んでるのに、まあ、陸上の大会とかで帰ってきて。 あの戻ってきた時にもう僕の部屋もう弟が完全に部屋にしちゃってるのでもうベランダに増築したプレハブの方で僕に出てたんですははははただあの作りが悪くてあの僕なんかの,この家の作り所玄関から入ったらまっすぐ廊下でその突き当たりの部屋なんですよ。 なるほどねそこにドアがあってはいはいその先の一番奥のこの増設した場所なのでもう本当に入り口からずっとまっすぐのところでなるほどね僕寝てたんですよ。そしたらあのまああの体調不良になって人生初胃腸炎にかかりましたお<ー>。もう3日間飲み食いできずで1週間ぐらいも 本当に体調が戻らなくて学校も休んででやっと体調回復して帰るっていう時に弟に言われたんですよそういえばニーニー最初の夜黒い影がずっと覗いてたよて俺怖くてだから何もできなかったって弟に言われました <laughs> いや早く行ってよって感じですよ <laughs> それね来 <laughs> そこでは寝ないようにして弟と聞こえる方だったりとか いや,ーいやーなんだそれ声が聞こえたりとかするらしい、えー、なんかこの通路とかの突き当たりってあんまよくないっていうもんねい言いますよね、まあ、実際僕も幼い頃この廊下って結構通っていくのを見てるんですよあ冷凍的なことそうですそういうことかそれこそなんか黒い影がこの、まあ、リビングの方からこう廊下見えるんですけど廊下からなんかこう顔出して覗いてるみたいなのが見えたりとか追いかけたらいないとか。 っていうのは結構よくあったのでああやっぱここの部屋のこの場所では出ない方がいいんだなとドアからは離れた方がいいんだなっていうのはもう思いましたねああそうだね、はい、そうドアから離れた方がいいんだよはいそれよく言うよね、はい、なんでだろう何かやっ人が通るところとかそういったこの空気の流れとかがあるんでしょうねだと思います木の流れだったりとか <coughs> 実家とか自宅なのにね、はい、そんなことあるんだって思うけどまあ作りが悪いんでしょうね<ー> <laughs> まで、ね、実際あの僕の住んでる土地柄あのこうやって霊度があるよって地元では有名なんです。うん。あのちょっとちょっとした山があってそこがうあの歌気になってるので。ああなるほどね。はい。ねそういったこともあってあのなんか地元の人とかと話になった時にパッて出た話しあああそこだってありえるよなみたいな感じにはなります。ああ。 最近はあの周り住宅街になって家がだいぶ増えたんでほぼそういうことなくなくりましたねいやなんかね結構その知り合いから聞いたのが、はい、やっぱ今沖縄も結構土地開発が進んでて、はい、昔こんなとこだったのに、はい、この10年20年の間に信じられない風景になってるって。 いいい地点がいっぱいあるわけですよ浦添市のある地域とかそう特にそうなんですけど、はい、でもそれを僕らが学生の頃って、うん、あの本当に山,山畑で防空壕とかもいっぱいなんか野ざらしにされてるようなとこだったし、はい、全然開発も進んでなかったし将来的にはここなんかいろいろとなるよっていうのを 高校卒業ししてからからな聞き出したのが、はい、それですあれよあれよで今信じられないぐらい大都会になってるところもあってですね、はい、で実は僕もそこである複合施設がちょっと有名な場所で、はい、これはもう名前出せないんですけど、はい、あのその分かるかなこれまで言ったら <laughs> 井,戸井戸とかあるのよお<ー>この施設の中にね。はい これはやっぱり、ねえー、と当時そこの建設する現場に自分の後輩も入ってたんだけど、はい、水,水がすごくて土地の、はい、いっぱい地下水,水が出てきて水脈なのか要するに井戸とかそういったあのなんだろう村の井戸って、はい、昔からそういった生活のところで、はい、この神様をお祈りしたりねそういったする場所なはずなのに、はい、あのそのまま。 荒れ果てて結局封鎖できなくて放置されてた。地域とかも結構多いらしいんですよね。そうですね。だからそれがやっぱ掘ってて、はい、枯れー井戸じゃなくて、はい、やっぱ急に出てきたりすると、はい、結構磁場が荒れるらしくて、はい、やっぱ骨もね。不発弾もいっぱい出てきたよ。っていう話もあって、はい、で、労災も結構あって、工事が結構難航だったという話を聞いたことがあるんですね。そこであの僕ら一回、あの催し物をやったことがあって。はい でやっぱそういった催し物をやる時って普通にお客様が使う玄関を使わないでスタッフとか警備員さんが入る裏口からちゃんと入ってくださいっていうその決まりがあるんですよ。はい、そのその時も、えー、お客様と一緒にほら帰ったりするとパーテーションとか傷ついたりして大変だから、はい、ちゃんと閉店して夜の間にこう撤収作業とかしたりするんだけどもうそのうう時もねめちゃめちゃ怖くてどこどこの店舗の横に実はトイレがあって。 あの「いやそんなこと言うなよ」って知らないしと思って、はい、な,なんでそんなこと言うのと思って「いや実は結構3人ぐらい飛んだ」みたいな「えー、と飛んだ」っていうのがあのバイトの子がもうちょっと精神をきたして <laughs> もう来なくなったとあるそのんだろうそこに入ってなんて入ってるある店舗の,のオーナーさんというか社長さんみたいな人が行ってて。はい いやなんかねあそこマジでちょっときついんだよっていう話をしてて、ね「<ー>そんなことある?」って「いやでも結構やばいみたいよ」みたいなで,でもその話を聞いて「トイレってあるのか?」って見たらね、はい、マジであるのよでめ,だめちゃめちゃ目立たないトイレで「はい、いや人が来ないトイレだからほら使いやすい人とかもたまにいるじゃん、はい、でもあそこのトイレだけはもう用意感っていうような感じのもう俺で,も俺ですらなんか聞いたからかなんかだけど。 構えててしまって、はい、僕もこの催しの間、えー、ここのトイレは使わなかったんですよ怖すぎてで実際ねその壁の裏がねちょうどその井戸なのよっなやっぱなんかいろいろあるんだろうなと思って流れとかさいや結構やっぱあると思いますよ特に水所ってなんかあるってよく言われるじゃないですかうん僕も一回経験あるのはあの棒、ー 沖縄市の複合施設なんですけど。<laughs> 劇場がある。はい、もう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 一個しかない <laughs>。あそこ周りってお墓だらけそ。そうなんですね。そうそう,そう。で、そもそもお墓があるところに建てちゃってる。っていう場所なので。まあ、いろいろ、あの、ちゃんとはしたとは思うんですけど。それでも、やっぱり。特に、この劇場周辺の方っていうのは、そういう話が、あの、後。いっぱいある。立たないと。いっぱいある。はい。確かに。で、僕も幼い頃、ちょっとそこの劇場で、あの、なんか。 えっとまあ、中学生ぐらいの時にあのミュージカルをやる機会があったのであその劇場でそれで、あのーまあ、よく通ってた場所でもあるんですよその中の一つで、まあ、ちょっと慌ててトイレしたい時に劇場の隣に一個トイレがあるんですねえっとあの案内するあのところではなくてでもう外の方のトイレがあるんですよあそこに、えー、あこ使えるんだ 入ろうとしたらパッて目の節で、あ、でこの目の端で男の子が入っていくの先に入っていくの見えたんですあそうトイレにでああ先に入っていく子いるなって思ってパッて入ってもう,、うん、もうでも漏れそうだったので,そで慌ててパーッてトイレして、うん、はいってすっきりして帰ろうとしたらあれそういえば先入った人いたはずなのに誰もいないな。 いう経験をしたことがあります、はい、ああそういうことなのかあそこなんかそう本当にね、はい、本当この子のあれよく言うよねそうですね何でだろうねまあまあでも,あも同じことかどうかは知らないけど、はい、あそこはだから一時期ショッピングセンターだった時に、はい、もうテナントがもう入れ替わり立ち替わりで長続きしないっていうのでも有名だった場所でもありますし、うん、あとやっぱり立地的に とても難しいい場所であじゃなすか道路の突き当たりだったりとかそういった良くない木を集めやすいところでもあるんだろうなっていうのは思ったりしますねこの墓地っていうのがさっき言った浦添市のある土地の倉庫とかもそうなんだけど新しく住む人たちっていうのはそういうの分かんないし気にしなければ何でもいいし住めば都だからいいんだけどなんだろうな。 気をつけるとかそういうことではないんだけど、はい、ルールというかん、えー、だろう,そうル,ルールというかど,どうしてここがお墓だったのっていうのの,この分,分別のしやすさというか、はい、なんかそれあの神社関係の人か前聞いたことがあってあと沖縄の場合んだろう村と村の境目にお墓を建ててたらしくて、はい、ずっとね。よく考えたらその墓地って今,今もお墓の墓地公園があるところって。はい 多いですねやっぱねその村の、えー、地名が変わるところのこのなんだろうな昔からそうやってんていうのかな村根性というか<は>い <laughs> 意識が強くてここは俺たちの縄張りだじゃないけど<は>いもう本当に琉球時代からそういったしょうもないいろいろあったんだろうけどう <ん S 1> でもその流れでやっぱり人が住む生活するコミュニティが真ん中らへんだとしたら。 その橋の方にはやっぱそうやって墓地が集まるような風習っていうか流れはあったっていうのはあるらしくて、はい、だから実際今あるさっきもね言ったけど、はい、お墓が集まってるところって結構町の外れとか境目とかだったりする、はい、あ確かにってでだから結局さっきのねキャン君が行った、はい、あの劇場があるあ,のある施設、はい、あそこもね端っこの方で、はい、あの名前がちょうど変わるぐらいの町が。そうです 墓地を移動してまで作るところって結構多いから、はい、宅地で何かそういった都市計画が何かで変わるのかなんか知らないけど、はい、ど,どうなんだろうなとか思うけど、うん、まあまあまあ仕方ないことなんだろうし、うん、まあでもそういう墓地をやっぱ利用していこうって時に大型の施設建てることすごい多いなっていうのはやっぱ人が集まるところを作ってあげるとそこがなんか慣れやすいっていうかなんかそういうところもあるみたいですけどねままあまあ,まあそうだね。 あっという間にいろんな話してましたね。はい。あ高保さんたくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。ホテルの行きなはからい照明 <laughs> 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 いや本当はこれいまあ省エネなんだろうね省エネなんだろうけど <laughs>、はい、泊まってる俺らからしたらもうとんでもない行きなはからい <laughs> からい, <laughs> いやいやであタクシーで F.M. 機能案から那覇市まで四千六百円でしたってわあタクシーでもそれぐらいそっか。 いやそれぐらいですよ、ね、でもよす、ね、運転代行の方がもうちょいけど同じぐらいなのかな、はい、でも当時はこんな料金で泊まれたビジネスホテルがいっぱいあったの今、うん、そんな料金泊まれませんからあの僕は一回こ,この料金で那覇から沖縄市まで帰ったことありますええそれはちゃ,ちゃんとしたやつ一番最後のお客さんだからいいよって言ってくれましたすごっ <laughs> そんんなことあるんだ,、はい、あのだ僕タクシーの運転タクシーの運転手さんって欧平な方もいるって言うじゃないですか結構周りからそういうの聞いたりとかもするんですけど、うんうん、僕そういう方に本当にお会いしたことなくてえーのーほらタクシーの運ちゃんがよく言うじゃん、はい、最後に乗せたお客さんが実は幽霊だったとか,とかそれ逆のパターンじゃないよね。<laughs> <laughs> 運転手が 実はは見えてはないいいけない人だったとかいやそういうことではないんですけど本当にお互いなんかや、はい、あれでよかったんだ僕いつもおしゃべりするのであ<ー>そしたら結構気に入っていただくことが多くてそれでいいね、はい、それそう羨まむしい「あエレベーターは怖いですね」後から追ってくるのは本当ですよこういうのね本当怖いマジでやめてほしい <laughs> なんかちょっかい出してるつもりだったのかなたまたまかもしれないし,しないで、ねはい、話に出たからちょっと脅かしてやろうっていうのもあるかもしれないそう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  はいであの実はそのさっき、えー、僕がその一緒に泊まってたところでうい話をしてビビらせてたっていうあの後輩くんね彼がものすごくあの霊感強い子で,、はい、で彼もね東京の学校行ってたのよで僕もあの家賃が安いところしか借りれなかったから。はい あのね写真学校ってなんかねやっぱ暗室の課題とかあるのね部屋にね赤いランプとかつけて本当にあにやるのよ課題で学校にもあるんだけどなかなか残してくれないんですよ学校側は自宅でやれと自宅で暗室なんてなかなかもう面倒くさいからね臭くなるし薬品の匂いででももう何百枚ってプリントしないといけないから自分で撮ってきた写真を現像して。 そういったあのよくやってたんだけどあの僕の住んでるアパートというかはもう本当に古い建物だったけどもう雰囲気が怖いだけで、はい、周りの人たちみんな一緒だったから、はい、全然僕はそんなこと一,一回も感じたことなかったんだけど、はい、あのやっぱ事件は多くてねあ<ー>やっぱり。で通り間とか、はい、赤い割烹着を着た中年の女性が自転車乗ってね、はい 本当にあった話ね赤い割烹着赤い割烹着ってまず怖いじゃんはい怖いですねで自転車乗って包丁持ってもう切りつけるのよ<ー>こ,こういう事件があって<ー>怖すぎるじゃんはいでも超怖いって言って俺ビビってたのよ、はい、そしたらもう学校のクラス中のみんなが「はい、いや誰もお前の背中見て刺そうと思わない」と「<laughs> <laughs> どういうことだ」って <laughs>「俺は真剣にビビってんだ」って言ったら「はい、いやお前 お前みたいな熊みたいなゴリラみたいな男を誰が襲うかって言って <laughs> えそんなことあると思ってちょっと寂しかったけど、はい、でもそういう事件結構多くてあの連鎖するじゃないですか、はい、だから生きた人間結構怖いなと思ってでその話をしてるって思い出してあの彼にもその話したんだけど、はい、彼は別にもう学校全く別だし年齢もそ3個ぐらいしか違わないけど同じ地域でもなかったから。 いや実はあの時この通り魔事件が1個発生したら結構たくさん続いてえー僕なんかの地域でもそういうのあったんですよとあでやっぱ僕らはね横浜だったから彼はね東京の,のあの新宿からちょっと近いところの方なんだけどそう,そういうのがやっぱ多くて大変でしたよとでも僕の場合なんかこのお守りでもらった親戚のおばちゃんでなんかそういった数図とかを作ってくれるおばちゃんがいて。 あんたは絶対連れてきやすい子だからこの術使いなさいと言ってそれもらった術がなんかある家の前を通ったらねこれがはじけたんだとバーンとええめちゃくちゃ熱くて拾おうとしたらもうやけどするぐらい熱くて取れなかったんだとで電話してお「おばさんどうしよう」と「いやもうこの石は捨てなさい」と「あんたのために守ってくれたんだからもういいよそれはそのまま過ぎなさい」と触ったら熱いでしょってやけどしちゃうから もう触らな「いよっていいんだ」と「じゃ新しいの送るから待っといてね」って言って「えー、じゃあ俺その間何もないじゃん」ってなって、はい、で実際は、えーまあ、その直後かな、まあ、自殺があったんだけどその彼がその石が割れたアパートで、はい、このアパートを通らなくても、まあ、彼の住んでるアパートには帰れるんだけど、はい、遠回りするわけよ。 でもそれは結局後々分かったことで,、はい、で結局その人も亡くなってからなんかすいろいろ怨念があったんだろうね気持ちが、はいあの。事件になって、えー、最近そういう事件を起こした人が亡くなっちゃったんだけど、はい、女性の方で、はい、通り魔を起こした人がもう精神錯乱してそこで亡くなってたんだけど自分の部屋でね、はいはい、そいつがね多分悪さをするってことで。はいで 急にまたおばさんが電話かかってきて「はい、あの今作ってるんだけどあんたのために地図を」「あんたが石を落としたというか切れたところって最近何か事件あったか?」って言ってそ,その時は「いや何もないよ」と「うんそうね」とでもなるべくこの1週間を様子見た方がいいからこの道通るなともう分かったとでもその間にいろいろ話聞いてたらそういえばお前んちの近くで何か事件あったんじゃないのかとかそういった話聞いてやっぱ何かあったんだと。はい でその時はまだ詳細を知らなくて気になって調べたら、はい、あそういうことがあったんだねとわ<ー>怖いねってなってそれを急いでおばさんに伝えたら、はい、もしかしたらワンチャンって言ったらあれだけど、はい、そのこの例がちょっとあんたついてきて悪さするかもしれないから、はい、とりあえずはもう迂回しなさいと、はい、で迂回するのはいいんだけど部屋にもちゃんと塩持っときなさいねと。 でそんなことしなくてもいいんじゃないって俺関係ないんじゃないったけどいやもうすでに糸は切れてるから、はい、あんた危ないから絶対しなさいよと言ってでもね彼がね今結婚した奥さんと知り合った合コンがあって、はい、<laughs> そこでもうめっちゃのもういい気持ちになって、はい、夜中帰ってきて、はい、この家の前通っちゃうんだよ彼は、はい、忘れてて<お>でもやっぱ酒飲んでるし関係ねえって、はい、でもなんか急に怖くなって。 あおばさんのいい月も,も、まあ、破っちゃったでもいいや今日楽しかったし合コンであの子と連絡先交換したし、まあ、後の奥さんね、はい、<laughs> でまあいいやって帰るんだけど風呂入ってたらねもうめっちゃ階段を上り下りするんだって <laughs> 女の人の靴の音でガン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 って、えー、自分のアパート3階建てか2階建てだったかなでこれやばいってなって、はい、今からでも遅くないと思ってしは思ったけど、はい、もうね明らかにもう周りに回ってるんだってうわー でド,アのドアはほら廊下だから分かるけど窓ってほらベランダだから外なんて空中じゃん、はい、なのにもうめっちゃ人の気配感じるってでそれで「やばいどうしよう」ってなって夜から迷惑だなって思ったけどおばちゃんに「半泣きでごめん助けて」って連絡して「うん、あんた通ったでしょ」っつってもうほんとはもう予防作って送ったからそれで。 どうにかしななさいねってなっててそれが着て着けてめっちゃなんかあの暖かくなったとか,なんかジーンときたみたいなその数ジ珠ュジュというかこのブレスレットがねそっからはもう全くそういったなんか常に誰かに見られてるとか気配を感じるとかっていうのもなくなってでもやっぱりそのことがあって。 ってからはやっぱその家の前アパートの前は通りづらかったっていう話をしててあ<ー>お前とんでもない経験してるやつだなとすごいですね、うん、でも実際やっぱ人生きてる人も怖いし、はい、そういう人たちの気持ちとか呪いもなんか嫌だしね、はい、やっぱそういうのって嫌だなと思っていやあっという間にそういう話をしてました一度ここで一回 CM を挟んで仕切り直しいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますはい いやーすごい原因ですね僕は実は心霊だけじゃなくて人の怖い体験もあるのであっ人怖人怖人怖あそこは一番やばいよあ本当にや,やばかったですね後からかんたりとうんあこんなことあるんだ、うん、これは 大人になってから。えっと、高校生の時。すごい,い,い、いい、景色。<laughs> <laughs> 写真撮りたくなるぐらいのいい景色です。 CGM はあ,あれをずっと繰り返しています マイクを入れますはいお送りしておりますインパルスレディオ今日はね、えー、夏の暑い <laughs> 夜を、はい、涼しくぶっ飛ばせ能量企画ということでちょっと本当にあった、はい、体験した聞いた話、はい、怖い話っていうのでお送りしておりますちょっとね今ねあのまあ 説明つきにくい怪奇現象というかそういったのもあるんだけれども実際怖いのって人だよねっていうのもあって、はいはい、実際そういう経験されたことあります実は僕あるんですよ、はい、あの高校生の時にこう、はい、あのカツアゲされそうになったことがあ,、えー、あの友達と普通に近所の,あのショッピングモールのゲームセンターで遊んで もう本当に明るい時間ですよ、うん、もう帰るときに、あのーまあ、家に向かってる途中で、まあ、結構人通りの多い、あのー、通りなんですけど、まあ、歩く人はあまりいなくて車通りが多い場所でそこで急に前に立ち,立ちふさがったあの男の人がいて、まあ、大体同世代ぐらい、うん、まあちょっと上かなぐらいの人なんですけど「うん、お前ら俺の弟にあの人貫召しただろう」うん 言いきなり言いがかりじゃないですか「いやいやしてないよ」そんなわけないじゃないで、いや弟に人間めしたらさっきゲーセンで人間めしただろうってずっと言い張るんですそしたら「いやそんなのやってないよ」ってで僕が前に出てわーって言ってたらその時の僕の格好が、あのー、タンクトップにサングラスかけて、あのー、あちょっと陸上やってたんで少し筋肉見えるんですよ。うんで あのちょっと痛い子だったんで <laughs>、あのー、その時お気に入りだったアーマーリングっていうの先の尖った指輪をして歩いてたんですよしたら急にターゲットを「お前は関係ない」っつって僕は外されて僕の友達に言い始めてであの「お前人貫名車だろ」って言って言い始めて「いやいややってないよ」っっもうずっとこれで押し通してそしたらもう。 コンマッケしたんですかね「お前ら前あのどこの中学校か?」って言われてで友達がもう素直に自分の中学校の名前言っちゃったんで「あこいつ言っちゃった」と思ってで次に「名前なんか?」って言われたんですぐ「あ俺島袋」とかで僕が偽名言ったら向こうもパッて思いついて「はあ俺近所」とかって言ってその場で「あ分かったお前らの名前違ってたら死なすからな」っていな目の前からいなくなって「あこんなのいるんだなやっぱり」ってって友達と一緒に言ってたら。 いや今の完全に勝ツ上げだからもう許さんっつって友達が携帯電話で110番したんですよ、うん、そしたら目の前にまたバイクで戻ってきて「お前らマジで名前違ってたら死なんすからな」っつっていなくなるんですけどバイク目の前にいたんで番号バッチリなんですよどんな白いスクーターであの何番何番っていうのをあの友達はもう1百0番して途中だったのでそれを行って。 あのー、その場は終わったんですけど、うん、後日これ後日談がありました実はあのー、友達仲のいい友達同士てこの話をしたら実は俺もそ,のあそいつに同じこと言われて財布全部取られたっていうのが友達の中にいたんです <laughs> マジであの運なかったなとかって言ってたらこいつが新聞ある日学校に持ってきてえこれじゃないかって,って持ってきたのが。 その某ショッピングセンターのゲームセンターで、あのー、実はあの周辺でかつあげしてる不良の子が逮捕された年齢的には僕たちの一個上っていうのがこう新聞記事に載ってたんですけどなんと逮捕される時にけ警察官2名で逮捕に向かってるんですけど「あの俺は捕まらないからよ」って,ってナイフ出して警察官刺して逃げようとしてでもその刺された警察官がそのまま取り押さえたっていう新聞の 記事を持ってきてます。ええー、一歩間違ったら危害に及んでた可能性があるっていう。ね、はい、一コアの話です。コア、もう、だから、いわゆる、なんだろう。最近の言葉というか、ひろゆき的なことで言うと、無敵な人なんだ。そうなんですよね。もうはなかったです、ね。コア、いや、もう、だめよ。でも、本当、そしたら、そいつがもう。プツッと切れてたら。はい。 サクサクっとこうてかかれれたもしれないでも一通りの多い場所だったんで、はい、まあすぐにっていうところも警察に行っちゃうってやっぱもうおかしいだから、あのーまあ、当時僕も陸上部で彼もあのハンドボール部だったんで、まあ、いざとなったら別れて走って逃げてもありなのかなっては思ってたんですけどだ友達が心配だったんでぼ僕自身は逃げれる自信あるんですけど。うん だからその場でとりあえずあの口で任そうと思ってずっと言ってたら一応とりあえず追い払えたっていうことはあってうんいざもう暴力行為に及んでたらどうなってたかわかんないですねそうだねはいあの口が達者でよかったなっていう経験です <laughs> いやー <laughs> ダメよ <laughs> いやもういやそうほん変なのに絡まれてもね、はい よくあの YouTube でさ、はい、元埼玉県警特殊部隊の人の田村さんっていう人がやってる田村総合研究所みたいな埼玉ですあの, <laughs> <laughs> あのその人のチャンネルでも言ってたけど、はい、もうナイフ出したら逃げろと逃げろって言ってました <laughs> 言ってた見た、はい、て,たてた <laughs> でアベマ TV でも言ってたよね、はい

季節の変わりやっぱりねいろいろ精神状態もあるんだろうし、はい、でやっぱねそういうお祈りする場所って、はい、やっぱ心のより,よりどころなのかな、うん、そういった方たちも結構多くてね、うん、でもすごい人もたまに来るから,、はい、だからうちの店にもよく何回も来るし「うん、私のこと見て笑ったよね」とか「ええー!」うん「いや笑ってないですよ」っつって。 笑いやがってとか言ってなんか「わははっ」つって「おおもう飛んでるな」っつって「どうしよう」みたいなで,でもそういう人とかはねもうしょうがないから病院行ってちゃんとそういったケアをしてもらうっていうか,か家族の人もみんなでねでもそういう時にこう僕らが常に冷静にどう対応できるかってうでも危害を加えられるとかそういった時にはもう逃げるしかないと。いやんよなんか 3年前いやコロナ前だな、はい、あのー、普天間でも結構ね強盗事件があってありましたねいやあの日ね、はい、僕ちたちの夜出てて同じ時間帯僕こっちでタバコ吸ってましたすごい大数のパトカーててパトカー来た、はい、あしかも結構まあまあ夜中じゃん、はい、ずっとねつけられてたのよなんか誰かから、はい、でつけられてたっていうのが明らかにつけられてたのが 自分がわざと遠回りするっていうか一旦ちょっと事務所に忘れ物したから、はい、自宅に帰る前に一回事務所に寄って、はい、で横断歩道橋をこう渡ってで出てきた時もそいつずっといて<っ>で,で俺が自分の自宅戻るからって言うとまた横断歩道橋渡ったらまた,また,また渡ってきてて、はい、で明らかにこれ俺のことついてきてんなと思って、はい、だからその時の「いよいよ俺もこれ戦うしかないのか」とか。はい でおなんだてめえとあの振り返ってなんか一言言ってや,るやったもんかと思ったけど、はい、田村さんの教えが頭をよぎったんで「<laughs> いや違うな田村さんの教えじゃないあのね合気道の達人の先生がいるのその人がもうやっちゃいかんって言ってたから、はい、<laughs> 怖くなってやっぱこれは逃げるしかないだろ」うと、はい、でも俺足自信ないから、はい、とりあえず早めてみたんだけどマジで来るから自動販売機に隠れてたのよ。はい でどんなやつだろうと思ってさあ本当に普通の若い兄ちゃんだったんだけどもう,いもうね意を決してねこっちはもうすごい格好顔で「はい、何?」って言ったら、はい、あの首をフルフルしてどっか行きよったから、はい、あちょっとやばいやつだったかもと思って<ー>そのままどっか反対方向行って消えたかよ俺もあのあとその人は別に、ね、あのそんな強盗事件と関係,ある関係はなかったんですか、はい、関係ないと思うんだけど。はい 同じ時間帯に同じところから出てきてたから「あ、はい、でもあの強盗事件の人」って確か逃げたんだよね当時ね当時逃げたんですけどあとで捕まったでしょはいあのー、まあ米兵さんだったということでああれそうだったのはい2件起こしてあいやいやあのー、あれよコンビニの強盗じゃなくてコンビあコンビニとまた別でうんああ<ー>結構前あのコンビニの時もね、はい、あのそば連続でありましたもんねありましたありましたあれは確かねはい そう外国名兵さんだったけどいやその時は確かその普天間のこのビ,ビルの,、はい、あのどっかカラオケバーかどっかで襲撃して逃げちゃったんですけど<な>そ,その時間帯に僕もちょうどその家に帰る時間帯だったから怖くてねいや意外とでも、あのー、そういう犯行の前に。 ちゃんと冷静に対処すると意外とあっちから離れていくっていうのは僕の経験上ありますうーんあ,あちょっとこうカーッとなってるよりもお互いこうガーッとなるよりかは冷静にちゃんとしてると意外と向こうもあのあこいつとは違うって何かなるのかな普段は僕ミラーリングっていうのをやるんですよ相手が優しく接してくれると優しくやりますけどあのー。 例えば怒ってくると、うん、怒って返すってやるとその場でちょっと沈静化しやすいっていうのがあるのでそれを結構やるんですけどただ、あのー、これはあこの人ちょっとやばいかもって思ったら、うん、もう基本的に冷静に対処するようにしてて <laughs> <あ>話が通じないとかね通じないとか、うん、あもう言ってることがおかしいなって思った時にはもうすぐ冷静に。 もうただ淡々と同じことを繰り返すとか<ー>夜見回りをしてるので僕一回あの子供たちじゃなくて本当に大人に絡まれたことがあってで完全に目がいってたんですあーなるほどこれはやばいなあの俺にバカって言っただろうって言って走って追っかけてきてどなってる状態だったんであこれはやばい人だっていうので「行ってないですよ何ですか何かありました?」っ言ってないですよっていうずっと淡々とこれだけ言って追い返しました なるほどねただその時距離でこう詰めてこられたらちょっと距離取ってっていうこの距離感をずっと変えないっていうのだけで下がったら押すっていうこのこの距離感をずっとやりながら淡々とやって追い返しましまた下手に煽って向こうがまた余計逆上しても怖いしね<は>いこっちはいかにちょっと冷静にっていうか<は>いなるほどね。 あ,あっとという間間にエンンディングのお時間となりましたいや今日はちょっと特別編じゃないですけど、はい、<laughs> また機会があれば、はい、<laughs> こういう話もちょっとしてみたいなと思いますやっぱりあの夜お仕事してるとちょっと怖い体験とかってあるのでそうですねまあどっちの方向でもそう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  <laughs> そうリアルかはいだから僕夜見回りしてるのは子供たちに伝えたいのは「夜って怖いんだよ」<laughs> そ,うそ,うそう。大人でも怖いんだよ」怖いんだよ」 だから、気軽に外に出歩かない方がいいよ。そう。ラジオ聴いてた方がいい。はい。<laughs> ということで。はい。本日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。よろしくお願いします。ま高本さん、ありがとうございました。はい、皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。